初代小田急ロマンスカー3000型と7万円経営小田急、ロマンスカーは小田急電鉄が運行する特急列車及び特急車両の総称である。列車により箱根登山線や東京地下鉄千代田線、東海旅客鉄道五天場線と直通運転する。また、ロマンスカーは小田急電鉄の登録商標である。本校では小田急と表記した場合、 小田原急行鉄道及び、小田急電鉄を指すものとし、箱根登山鉄道箱根湯本駅に乗り入れる特急列車については、特に区別の必要がない場合は、箱根特急と表記する。ホーム上の特急券券売機に見られる、今度のロマンスカーの表記、ロマンスカーの故障は、戦前から存在し、1934年頃の江ノ島海水浴宣伝のパンフレットに、 ロマンスカーは走る。大東京のセンター新宿からの文言が掲載され、電車内の写真にも小田急のロマンスカーと説明が付けられた。ただし、この際にはロマンスカーとは小田急の専有名称ではなかった。終戦後の1949年頃に新宿の映画館、新宿武蔵野館を復旧改装するにあたり、 恋人同士の映画鑑賞を機として二人掛けの座席を館内二階に設けたところ、ロマンスシートとしてマスコミに取り上げられた。その頃に運行を開始した小田急の特急車両が二人掛けの対面座席を採用したことから、ロマンスカーと称され、小田急、ロマンスカーが命名された。しかし、この時期には国鉄を含めた車も同様の車両を有し、一部は、 ロマンスカーを名乗ったため、小田急の専有名称とはなっていない。1991年に、東部1 7 2 0系デラックスロマンスカーが引退したのを機に、小田急は、ロマンスカーを自社で、商標登録した。なお、小田急以外で、ロマンスカーとして製造された車両が完全に、引退することになるのは、2012年の長野電鉄、2 0 0 0系の運用離脱となる。 ロマンスカーは固有名詞で英語圏の人は下せない。6万系ムズ社のブルネル賞受賞表彰式に際し、小田急の担当者が6両と4両の2編成がキスをするから、ロマンスカーなのかと現地の人から質問されたエピソードもある。2010年の時点で小田急で特急列車はロマンスカーを指し、他社は次の特急と表記するところを、 ホーム上に設置した特急券券バイキで次のロマンスカーと表記している。それ以外の旅客場の案内では小田急と東京メトロともに特急ロマンスカーという表現を用いている。1927年4月1日に開業当初の小田急は昭和初期の不況の影響で沿線は一向に発展せずもともと過大な初期投資に加えて 乱脈経営がたたったこともあり、厳しい経営状態を余儀なくされていた。1929年4月1日に、江ノ島線が開業してからは、下記の海水浴客輸送の時に運賃を往復で5割引にするなどして、増収策を図り、全車両をフル稼働させて対応していた。一方、あまり積極的ではなかったものの、小田原線も、 箱根への観光客輸送を目的の一つとしており増収策の一環として週末のみ新宿から小田原までをノンストップで運行する列車が立案された小田急ではこの列車の車内では沿線案内をレコードで流し合間に小田急行進曲と小田急温度を流すことを発案当時新宿に存在した娯楽施設のムランルージュ新宿座に 小田急行進曲、小田急温度の制作を依頼し、沿線案内の吹き込みは、ムーランルージュ新宿座の看板女優であったアスマチコが担当した。78回転盤6枚組に仕上がったレコードが完成し、実際に走行中の車内でテストしたが針が飛んでしまい、この試みは失敗であった。101系ともあれ、1935年6月1日から、 新宿小田原間をノンストップで結ぶ週末温泉急行の運行を開始した。この急行には車両はクロスシートを装備した便所付けの車両であった101型などが使用され新宿小田原間を90分で結んだ。運行は土曜日の下り列車のみで帰りとなる日曜日は通常の急行列車が運行された。これが 小田急ロマンスカーのルーツとなる列車であるが、影では、お忍び電車などと言われていたという。しかし、1941年12月に、太平洋戦争が始まり、1942年1月から、週末温泉急行は運休となり、同年4月には、ダイヤ状の設定もなくなった。小田急自体も、同年5月には、東京横浜電鉄と合併し、 東京急行電鉄となった。ノンストップ特急運転開始終戦後の1946年には、大東急で、鉄軌道復興3カ年計画が策定されたが、この中には、小田原線の箱根登山鉄道への乗り入れ計画が、含まれていた。また、終戦の時点では、新宿から小田原までは2時間30分もの、所要時間を要していたが、後藤慶太は、 終戦直後にこの所要時間を半分にするように指示していた。1948年6月1日に大東急から小田急が分離独立したが、小田急は東急と比較すると営業路線長は約2倍あったにもかかわらず、運輸収入は半分に過ぎなかった。そこで収入増の方策として箱根への直通旅客増加を図ることとなり、 その一環として、新宿と小田原をノンストップで結ぶ特急列車の運行が計画された。複数車種で試運転などを行った結果、この特急に使用される車両として1600系の中から復興整備車として重点的に整備されていた車両が指定され、特急料金の制定や各種ポスターの制作など準備が行われた。1600系こうして、 1948年10月16日から新宿と小田原を結ぶ特急列車の運行が開始された。土曜日は折り一本のみ、日曜日は折り一本上り二本のみの運行で、所要時間は100分であった。使用車両は朝ラッシュ時の通勤輸送に使用した1600型が入庫した後に3つある乗降用扉の内真ん中の扉を閉め切った上で、 補助座席を置き、ロングシートに白いカバーをかけた上で、スタンド式灰皿を並べただけであったが、戦後の復興途上だったこの時期においては、精一杯のサービスであった。当初計画では、同年10月9日から運行開始の予定であったが、豪雨の影響で、箱根登山鉄道線が普通になってしまったために一週間延期されている。運行開始当初は、 集客がうまくいかず、運輸部門では円弧を通じて、乗客の加入に歩き回り、駅の出発窓口でも、積極的に、特急列車の売り込みを行った。乗客が少ない時には、本社勤務の社員が、桜となって乗車したりしたこともあったというが、次第に利用者が増加し、予想を上回る、好成績となった。なおこの頃には、戦争で疲弊した。 輸送施設の復旧と改善を主目的として設置された輸送改善委員会において新宿と小田原を60分で結ぶという将来目標が設定されている特急車両1 9 1 0系の登場1949年には小田急が分離独立してから初めて新型電車を製造することになった当時の新車製造は 割り当て制であり、小田急には15両が割り当てられた。割り当てのうち重量が1900型として発注されることになったが、営業部門からクロスシートを装備した特急車両を要望する意見が強かったため、このうち音量を特急車両の1910型として製造することになった。ただし、朝のラッシュ時には通勤輸送にも使用することになったので、扉付近を ロングシートと下に、扉セミクロスシートの車両となった。また、編成は産業固定編成とし、中間車には、日本国有鉄道の潜在消失者の大枠を、流用した、改造車両を連結することとなった。また、前年に、近畿日本鉄道が、特急の運行を再開した際に、2200系が、レモンイエローと青のに色塗りとしていたものにあやかり、 この特急車両の外部図色は濃厚色と紺色のに色塗りとすることになった。1910型は同年7月に入選し、同年8月から2両編成で営業運行を開始、同年9月から本来の3両固定編成となって運行を開始した。1910型を使用した特急では走る喫茶室と称した車内に喫茶カウンターを設け、 車内で飲み物を販売するサービスが開始された。所要時間は90分であった。また、同年10月のダイヤ改正から、特急は一往復が毎日運転されることになった。小田急が公式に、ロマンスカーという愛称を用いたのはこの時からで、ポスターで、ニュールックロマンスカー毎日運転と宣伝された。箱根登山鉄道への直通運転開始この頃、小田急では、 箱根登山鉄道箱根湯本駅に乗り入れるための計画が進められていた。しかし、小田急の基間が1 0 6 7ト、mm、ルであるのに、対して、箱根登山は1 4 3 5ト、mm、ル河川電圧も小田急の1 5 0 0トに対して、箱根登山は6 0 0トであった。また、箱根登山では、小田原から箱根湯本までの区間を平坦線と称していたが、これは、 箱根登山の80パーミルという急勾配と比較しての話で実際には40パーミルもの勾配が続いており小田急の最急勾配が25パーミルであったのと比べればはるかに急な勾配であったこの対応として軌道は3000基上とし河川電圧については小田原と箱根湯本の間は1500ボルトに昇圧することになり1950年8月1日から 小田急から箱根湯本までの直通運転が開始された。この時に新宿と小田原の間についてもスピードアップが図られ、新宿と小田原は80分で結ばれるようになった。この直通運転開始後に特急の利用者は急増し、同年10月からは特急は毎日3往復に増発された。特急専用車両1700系の搭乗特急利用者の増加は続き、 2000型が2編成だけでは不足するようになり特急券が取れないという苦情も来るほどで営業部門からは特急車両常備の要望が高まってきた。また2000型は扉付近の座席がロングシートであり全ての座席をクロスシートにしてほしいという要望もあった。しかし終始面からはラッシュ輸送に使用できない。 特急専用車の心臓を危ぶむ意見もあった。社内での検討の結果、将来を考えて特急専用車を導入するが、製造コストをできるだけ安価にするため、大枠は国鉄の繊細復旧車や自己消失者のものを流用することになった。 1700K こうして1951年2月に登場したのが1700型で、すべての座席が転換クロスシートとなり、さらに座席数を増やすため、乗降用の扉は3両で2箇所という思い切った設計とした。この1700型が小田急ロマンスカーの地位を不動のものにしたとされている。この 1700K の導入後の同年8月20日から、それまでは、 座席定員制だったものを座席指定制に変更した。また、夕方に新宿に到着した特急車両にビールソングを積み込み、江ノ島まで往復する農業ビール電車の運行も開始された。この時点では、検査時や増発時には引き続き2000型も使用されていた。しかし、設備面の格差が大きいことによる苦情があり、同年8月までに、 第2編成が製造された。また1700系投入後に特急利用者の増加傾向が見られ、特急の営業的な成功は明らかとなった。このため、1952年8月に完全な心臓車両として第3編成が投入された。特急の利用者数がさらに増加するのに対応し、1953年には特急の増発が行われたほか、 それまで使用されていた2000型を使用した座席定員制の急行列車が運行された。また、1954年夏からは江ノ島線にも特急料金が設定され、夏季海水浴客輸送の期間には江ノ島線にも1700型を使用した特急が運行されるようになった。この頃の小田急では先に述べた新宿と小田原を60分で結ぶという将来。 目標に向けて、高性能車の開発に向けた試験を進めていた。1954年7月には小田急で初めて、カルダン駆動方式を採用した通勤車両として2200型が登場しており、同年9月11日には、画期的な軽量高性能新特急車の開発が決定していた。しかし、予想を上回る特急利用者数の増加があり、 新型特急車両の登場を待つ余裕はないと判断されたが、すでに通勤車両がカルダン駆動方式を採用しているのに、今さら特急車両を旧式の吊り掛け駆動方式で増備することは考えられなかった。このため、暫定的に2 2 0 0系の主要機器を使用し、車体を特急用とした2300型が1955年に登場した。また、 この年の10月からは、御殿場線へ直通する特別準急の運行が開始されている。軽量高性能新特急車 SE 車の登場、3000位 KSE 車1954年から、国鉄鉄道技術研究所の協力を得て開発が進められていた、画期的な軽量高性能新特急車は、1957年に3000型として登場した。 この3000型は、スーパーエクスプレスカー。略して、SE 車と呼ばれる車両で、数多くの新機軸が盛り込まれ、軽量車両で安全に走行するための条件が、徹底的に追求された、低重心、超軽量の流線型車両であった。電車といえば、四角い箱であった時代において、SE 車はそれまでの電車の概念を一変させるものとなり、 鉄道ファンだけではなく一般利用者からも注目を集めた。同年7月6日より SE 車の営業運行が開始されたが、すぐに夏休みに入ったこともあって、連日満席となる、高成績となり、営業的にも成功した。また、同年9月には、国鉄東海道本線で SE 車を使用した高速走行試験が行われたが、 私鉄の車両が国鉄の路線上で走行試験を行うこと自体が異例のことであるのみならず当時の狂気鉄道における世界最高速度記録である時速 145km を樹立したまたこれを契機に鉄道友の会では優秀な車両を表彰する制度としてブルーリボン賞を創設し SE 社は第1回受賞車両となった SE 社が 運用開始された1957年時点では、新宿と小田原は75分で結ばれていたが、SE 車は1958年までに4編成が製造され、特急がすべて SE 車による運行となったため、1959年からは67分で結ばれるようになった。さらに1961年には、新宿と小田原の間の所要時間は64分にまで、 スピードアップした。1959年からは、特急を保管するための準特急の運行が開始された。使用車両は2、扉セミクロスシート車で、特急運用から外れた2300型と、新造した2320型が使用された。全面展望車安瀬車の登場3100系安瀬車、箱根ゴールデンコース SE 車の登場以後、 特急利用者数はさらに増加し、週末には輸送力不足の状態となっていた。また、1960年には、箱根ロープウェイが完成し、箱根ゴールデンコースと呼ばれる周遊コースが完成したことから、箱根の観光客自体が急増した。さらに、1964年東京オリンピックの開催を控えていたこともあり、 特急の輸送力増強策が検討された。その結果として、1963年に3100型が登場した。この3100型は、ニュースーパーエクスプレス、略して、アンセ社と呼ばれ、8両連接車だった SE 社に対し、アンセ社では11両連接車とし、さらに編成量単を展望席とすることによって、定員増を図った車両である。 また、SE 車と比較すると、豪華さが強調される車両となった。1963年に、安瀬車が4編成製造されたことによって、箱根特急の30分間隔運行が実現し、同時に新宿と小田原の間の所要時間は62分にまで、スピードアップした。この時期まで、箱根特急の列車相性は列車ごとに異なり、 公述するように、アンセ登場直前の時点で16種類の愛称が使用されていたが、アンセ社の登場後の1963年11月4日からは5種類に整理されたほか、準特急という種別は廃止となった。その後、アンセ社はさらに3編成が増備され、1967年からは、箱根特急の全列車がアンセ社で運用されることになった。 朝霧の運用につく SE 社また、1964年3月21日からは、それまで柿のみ運行されていた、江ノ島線の特急が、土休日のみであるが、通年運行となり、1965年3月1日からは、毎日運転となった。1966年6月1日からは、特急の相性が、さらに整理され、 新宿から小田原までノンストップの列車は、箱根、途中向こうが丘遊園と新松田に停車する列車は、相模、江ノ島線特急は、江ノ島に統一された。なお、途中駅に停車する特急はこの時の改正で、新設されたもので、元来は、沿線在住の箱根観光客を対象としたものであった。1968年7月1日からは、 五殿場線直通列車が自動車から SE 車に置き換えられ、愛称も朝霧に統一された。列車種別は同年10月から連絡急行に変更されている。1968年12月31日からは、初詣客に対応する特急、初詣号の運行が行われるようになったが、この列車は普段は各駅停車しか停車しない。 三宮橋にも停車するのが特徴であった。しかし、通勤輸送への対応や、それに伴う新宿駅再開量工事などの影響で、1972年以降、新宿から小田原までの所要時間は、最速でも69分にスピードダウンを余儀なくされた。線路容量不足のため、上り、相模の一部が、新宿まで運行できず、 向こう丘遊園執着とする措置まで行われた。通勤利用者向け特急の運行開始その一方で、通勤輸送に特急を活用する施策も開始された。1967年4月27日からは、江ノ島線特急、江ノ島が新原町電停車となり、同年6月23日からは、特急券を購入すれば、 定期乗車券でも特急に乗車できるようになり、さらに同年8月からは新原町電に停車する特急、足柄の新設と増発が行われた。特に新宿に到着して、相模大野の車庫へ改装される列車を新原町電まで客扱いしたところ、通勤帰りの利用者が多くなったため、1968年には共同の車庫へ改装される車両を 相模大野の車庫への入庫に変更するなどして増発が行われた。同年7月10日からは相模の本圧儀停車が開始された。これは優等列車による通勤・通学対応としては日本では初の事例であり、この後も徐々に通勤対応の特急が増発されてゆく。なお、1971年10月1日からは連絡急行。 朝霧の新原町電停車が開始されたが、朝霧についてはこの時点では、定期乗車券での利用はできなかった。レジャーの多様化へ向けてしばらくは、特急ロマンスカーについては大きな動きはなかったが、1970年代に入ると SE 社の老朽化が進み、代替を検討する時期となっていた。このため、SE 社の代替を目的として、1980年に、 7000型が登場した。7000型は、ラグジュアリースーパーエクスプレス、略して LSE 車と呼ばれる車両で、編成長や定員は、アンセ車と大きく変わらないものの、デザインや主要機器などが一部変更されている。LSE 車の導入により、特急の輸送力増強が図られた。1982年12月には、国鉄からの申し入れにより、 東海道本線上での走行試験に LSE 車が使用された。国鉄の路線上で私鉄の車両が走行試験を行った事例は SE 車とこの LSE 車だけである。1984年2月1日からは連絡急行朝霧の停車駅に本厚木国画が追加され、1985年からは朝霧も定期乗車券での利用が可能となった。 また、1986年10月4日からは、LSE 社の社内に、公衆電話が設置された。この時期になると、レジャーの傾向は多様化が進んでおり、ゆとり以外に、一味違ったものが求められていた。また、観光バスや他の鉄道事業者の車両においては、高床構造の車両が登場しており、折しも1987年は、 おだ急の開業60周年となることから、これを記念するために、新型特急車両として1万型が登場した。1万型は、ハイデッカー、ハイグレード、ハイレベル、ハイパフォーマンスなどのキーワードから連想する、上級というイメージを表して、非接車と呼ばれ、客席を高くした、ハイデッキ構造とし、走る、喫茶室にオーダーエントリーシステムが採用されたほか、外装も、 近代的なイメージを意図したカラーリングに変更した。一方、1988年7月、小田急が東海旅客鉄道に対し、連絡急行朝霧に使用していた SE 車の置き換えを申し入れたことがきっかけとなり、特急に格上げした上で両車がそれぞれ新型車両を導入した上で、相互直通運転に変更し、運行区間も、 新宿と沼津の間に延長することとなり、1991年に2万型が登場した。2万型は、リゾートスーパーエクスプレス、略してスシャと呼ばれる車両で、JR 東海371系電車と基本仕様を統一したため、それまでの特急ロマンスカーの特徴であった、連接構造や全面展望席は採用されず、2階建て車両や、 特別席を設置するなど、それまでの小田急ロマンスカーの使用からは、かけ離れた車両となった。日常利用への対応エグゼ社の登場この頃になると、小田急ロマンスカーの利用者層にも変化が生じていた。観光客以外の日常利用が増加していたほか、1967年から開始された夕方新宿発の通勤利用特急は、増発が続けられ、当初の 回送列車の客扱いという思惑を超え、わざわざ、新宿まで出庫させる運用まで登場していたが、それでも輸送力の増強が求められていた。しかし、当時はまだ通勤輸送に対応した、複々線化工事は進展しておらず、これ以上の増発やスピードアップは、困難な状況で、単輸送力の向上、言い換えれば、列車の定員を増やすしか方法がなかった。また、 1963年から導入されている安世、社が置き換えの時期となっていた。3万系グゼ社こうした、上京した、箱根特急の利用者数が、年率5%程度の減少傾向が続いており、これを、日常的な目的での特急利用者を増加させる、ことで補う意図もあった。これに合わせて、1996年に、 それまでとは一線を隠す車両として3万型が登場した。3万型はエクセレントエクスプレス、略してエグゼ社と呼ばれる車両で、それまでの小田急ロマンスカーの特徴であった全面展望席も連接構造も導入されていない。エグゼ社の導入後も日常利用への対応は続けられた。1998年からは相模王の 肌野にも特急が停車することとなり、1999年7月からは足柄、相模を統合してサポートとしたほか、新宿を18時以降に発車する特急はすべてホームウェイという愛称になった。こうした施策によって、1987年時点では1100万人だった特急の年間利用者数は2003年には1400万人に増加したのである。 観光特急の原点に回帰 VSE 社の登場ところが日常的な特急の利用者数が増加する一方で箱根特急の利用者数は大幅に減少していた1987年の箱根特急の年間利用者数は550万人であったが2003年の利用者数は300万人程度にまで落ち込んでいたのであるこの理由を調べると バブル崩壊後の景気低迷もあって、箱根を訪れる観光客自体も減少傾向にあったほか、エグゼ社には小田急ロマンスカーのイメージとされた展望席が存在しなかったことが挙げられた。また、2001年から運行を開始した JR 東日本の湘南新宿ラインも2004年には運行区間が延長され、特急ロマンスカーとあまり変わらない所要時間で、 新宿と小田原を結ぶようになった。このような状況下2002年からは、箱根特急への手こ入れが開始されることになった。宣伝ポスターも、ロマンスカーを大写しにするのではなく、あくまで風景の一部として、ロマンスカーを取り入れる施策に変更した。この時考案された、今日、ロマンスカーで、のキャッチコピーは、2018年現在に至るまで、使用されている。 また、ロマンスカーの看板車両として、全面展望席のある、ヒセ車を、再び起用することになったが、そのヒセ車は登場した1987年当時の、時点では全く想定していなかった、バリアフリー対応が困難であることから、更新は行わずに、オダー級は、苦渋の決断で、新型特急車両で置き換えることになった。新型特急車両は、もはや、 ロマンスカーとは名乗らないくらいの覚悟で、新しい発想を取り入れるか、ロマンスカーの原点に立ち返り、ロマンスカーの中のロマンスカーとするという二つの方向性があったが、後者の方向性で進められることになった。5万系 v s e 車こうして、2005年に、小田急ロマンスカーブランドの復権を掲げ、小田急の新たなフラッグシップモデルとして5万型が登場した。 五万型は、全面展望席と連接構造を採用し、乗り心地向上のために、車体傾斜制御や、台車操打制御などを取り入れたほか、箱根へ向かう乗客にときめきを与え、乗った瞬間に、箱根が始まることを目指した車両で、客室内の様式から、ボルトスーパーエクスプレス、略して、VSE 車と呼ばれる車両である。VSE 車の登場後、 箱根を周遊するための乗車券である箱根フリーパスの販売枚数は2006年に49万8000枚だったものが2009年には74万枚に増加したなお2004年12月には再度ロマンスカーの愛称の整理が行われ箱根特急はすべて箱根箱根湯本に乗り入れない小田原線の特急は停車駅にかかわらず サガミという愛称に変更された。その影響により、サポートの愛称は、登場わずか6年ほどで全て廃止されている。日本初の地下鉄直通有料特急ムズ社の、登場6万経営ムズ社2005年に、小田急と東京メトロでは、ロマンスカーを、東京メトロ千代田線に乗り入れる計画を発表した。これは日本では、初めての事例となる。 座席指定性特急列車の地下鉄直通で、このために6万型が登場した。6万型は、多彩な運行が可能な特急列車という意味で、マルチスーパーエクスプレス、略して、ムズ車と呼ばれる車両で、2008年3月から営業運行を開始した。2012年3月17日からは、朝霧の運行区間は、 新宿駅と御殿場駅の間に短縮されることになり、朝霧全列車が、ムズ車により運行されることになった。エグゼ車のリニューアル開始エグゼアルファの登場エグゼアルファ2017年、日本車両製造でエグゼ車のリニューアルが開始され、その後、同年3月1日から営業運転を開始した。従来の図書区から、ロマンスカー伝統の赤い線が追加され、 車内も大幅にリニューアルされた。例えば座席は構造を変更し、トイレも車椅子対応の様式に改造され、車体のロゴもムズと同様になり、走行装置もシック素子を用いた VVVF インバータを採用し、省エネ化が図られた。現在4両編成3編成、6両編成3編成がリニューアルされている。 複々線以下完成と長年の悲願の達成、GSE 車の登場2018年3月17日、10年ぶりとなる新型車両7万型が営業運転を開始した。VSE 車以来13年ぶりとなる展望席が設置されたが、ホームウェイなどの通勤利用も考慮して、連接台車構造は採用されず、20メートル級車体のボギー台車構造となった。 箱根に続く時間を優雅に走るロマンスカーという意味でグレースフルスーパーエクスプレス略して GSE 社と呼ばれている。また、この年に長年の悲願であった代々木上原駅、り戸駅間の複々線化が完成し GSE 社のデビューと同日に行われたダイヤ改正で平日朝の上り列車を増発し新宿駅、 千代田線大手町駅に9時30分までに到着する列車をモーニングウェイ、メトロモーニングウェイに改称した。加えて、土休日の一部のスーパーはコネが新宿駅小田原駅間を最短59分で結ぶようになり SE 社開発当時の悲願であった新宿小田原間60分以内の目標が達成された。運賃や料金については 公式サイトを参照戦前の週末温泉休行がルーツとなる箱根への観光客を輸送するための列車である。1950年から箱根登山、鉄道箱根湯本駅まで乗り入れるようになった。1950年10月以降は、愛称が設定されたが、列車ごとに異なる愛称が設定されており、毎日運転の列車が足柄、箱根、乙女、 休前日、休日のみ、運行の列車では、明神という愛称であった。その後増発されるごとに、愛称も増加し、1963年に、安瀬社が登場する直前の時点では、新宿駅発車時刻順に、足の子、明城、足柄、相模、大観、戦国、初穴、湯坂、明神、箱根、乙女、神山、バーコ、金時、騒雲。 夕月ずきという16種類に上った。安瀬車の登場後の1963年11月4日から、愛称は、足柄、足の子、箱根、金時、乙女の5種類に整理された。1966年6月1日からは、停車駅別に愛称が分けられ、新宿小田原の間を、ノンストップで運行する列車は、箱根、途中向こうが丘遊園。 新松田に停車する列車は、相模、1967年8月から、運行開始された新原町田に停車する列車は、足柄という愛称になった。1996年3月からは愛称ごとの停車駅が変更され、箱根の停車駅に、町田が足柄の停車駅に本厚木が追加され、新宿と小田原の間をノンストップで運行する列車の愛称は、 スーパーはコネに変更された。さらに、1999年7月からは、日中の特急は、足柄と、相模を統合して、サポートという愛称に変更されたほか、18時以降に、新宿を発車する、下り特急の愛称はすべて、ホームウェイに変更された。2004年12月には、箱根特急は、箱根、スーパーはコネ、小田原船内のみ、 運行の特急はすべて、相模という愛称が設定されることになった。2018年3月17日のダイヤ改正から9時30分までに新宿に到着するロマンスカーはモーニングウェイに変更され、ロマンスカー全列車の向こう側丘遊園、新松田停車が終了した。江ノ島線の特急は1951年7月に、 新宿に到着した箱根特急の車両を利用して、納涼ビール電車と称する特殊急行を運行したものが始まりである。1952年夏には2000型を使用して、料金不要のサービス特急が設定され、1954年からは1700型が投入されるのに伴い特急料金が設定された。進行方向が変わる藤沢は運転停車だった。 列車ごとに異なる愛称が設定されており、カモメ、ちどり、かたせ、なぎさ、しおじという愛称が存在した。1964年までは柿のみ運行であったが、1964年から通年運行が開始されて、以降、愛称は江の島一種類となった。1996年3月からは、ヤマトが停車駅に追加されたほか、 1999年7月から18時以降に新宿を発車する下り特急の愛称がすべてホームウェイに変更され2018年3月から朝方に新宿方面へ向けて発車する上り特急の愛称がすべてモーニングウェイに変更された平成になると様々な乗客のニーズに応えるためや海水浴への利便性向上がさらなる課題となり 江ノ島号を保管する目的で湘南マリンエクスプレスサマービーチ21世紀に入ると湘南マリンの各愛称で臨時増発が毎年行われている。前車は主に旧型のアンセを中心に使用されていたが、戦術の置き換えによる影響、さらにスーパーはコネ登場によるダイヤの調整の影響、車内販売、走る。 喫茶室廃止の煽りがあり1995年シーズンをもって廃止されている。現在は箱根運用に重点を置いているが展望席のある車型での定期運行も存在する。車内販売は2008年をもって廃止されている。2018年3月17日のダイヤ改正で、と休日に北千住から片瀬江ノ島の区間にメトロ、江ノ島号が新設された。 多摩線に特急の運行が行われたのは1990年のゴールデンウィークに多摩線開通15周年を記念して江ノ島鎌倉エクスプレスが運行されたのが始まりである。同年夏には先日の湘南マリニエクスプレスが運行され翌年以降も引き続き運行された。多摩線における定期列車の特急は2000年12月2日から設定された。 新宿発唐木台機のホームウェイからとなる。2016年のダイヤ改正発表時に多摩線特急の廃止が告知され、ダイヤ改正施行前日の3月25日、ホームウェイ75号をもって廃止された。五殿場線直通の優等列車は、1950年10月1日から運行が開始されたに往復が初で、1959年7月には1日。 4往復に増発された。当初は、機動車による肩乗り入れであったが、御殿場線連下に伴い、1968年7月1日から、SE 車による直通運転が開始された。国鉄線内では、準急、急行という扱いであったため、小田急線内では、特別準急、連絡急行という種別となっていた。 1991年3月16日からは、沼津まで延長されると同時に特急に格上げされ、同時に JR 東海との相互直通運転が開始されたが、2012年3月17日改正からは、これと同時に運行区間は、新宿駅と御殿場駅の間に短縮され、毎日運行の列車は3往復となり、前述のように再び、肩乗り入れとなった。 2018年3月17日のダイヤ改正で列車名が富士山に変更された。初詣客を対象に毎年大晦日深夜から元旦未明にかけて運行される列車で1968年12月31日から運行が行われるようになった。明治神宮の初詣客に対応し、普段は各駅停車しか停車しない。 サン橋にも停車するのが特徴。2000年度は2001発モデ号という愛称となり、2001年度からはニューイヤーエクスプレスという愛称に変更された。日本では初めての事例となる座席指定性特急列車の地下鉄直通でムズ車が使用される。停車駅は限られているが、千代田線内に対比設備がないため、地下鉄線内で普通電車の追い越しはない。 2008年3月15日より、メトロ相模、メトロはコーネ、メトロホームウェイが運行開始されたほか、日によっては、有楽町線新木場駅まで乗り入れる、ベイリゾートも運行された。ベイリゾートについては、同線各駅へのホームドア設置の関連で2011年10月以降、運行を休止、そのまま運転終了となった2010年元旦からは、メトロニューイヤーの運行も開始された。 2018年3月17日のダイヤ改正から、朝型の北千住駅メトロ相模は、メトロモーニングウェイに変更され、また前述の、メトロ、江ノ島号も地下鉄に直通運転する。ロマンスカーの車内で、走る、喫茶室と称する、シートサービスが開始されたのは、1949年の1910系運行開始の時からである。 乗客サービスとして、お茶でも出せないかという発想から検討されたもので、乗客全員に紅茶とケーキを提供するという案もあったが、特急券を購入した乗客に物品を提供するのは規則上禁止されていたため、飲料の販売を行うことに決定したものである。VSE 社のシートサービスの例。飲料は専用のガラスカップで提供される編成も、 乗車時間も短いため、食堂車などを連結するのではなく、車内にカウンターを設けた上で、シートサービスを行うようにした。しかし、森永製菓や明治製菓に打診したところ、再三面から断られ、三井農林も当初は断ったものの、紅茶の普及宣伝という方針で受諾したものである。その後の特急車両では車内に、喫茶カウンターが設けられた。 その後、アンセ社が7編成となった時点で、日東紅茶だけでは対応できなくなったことから、1963年から森永の宣伝を兼ねて、森永エンゼルが参入することになった。1987年に運行開始したヒセ社では、オーダーエントリーシステムも導入された。しかし、1991年3月から運行を開始した朝霧では、 シートサービスではなく、ワゴンによる販売サービスを行うことになった。さらに、1995年までにシートサービスは終了し、以後はワゴンサービスのみとなった。2005年に登場した VSE 社では、走る喫茶室と同様のシートサービスの営業が復活、飲料は VSE 専用のガラスカップによって提供された。が、 2016年3月26日のダイヤ改正においてシートサービスは廃止され VSE 社も含めてワゴンサービスに変更された2021年3月13日のダイヤ改正をもってすべてのロマンスカーでの車内販売サービスが終了した戦前の週末温泉休行は座席定員制を導入しており 列車指定割引乗車券という名称の往復乗車券を発売し、この乗車券の発売によって辞任制限を行っていた。戦後に6 0 0型を使用したノンストップ特急でも初めて特急料金は設定された。初めて特別急行券が発売されたのは1949年の1 9 1 0系の投入時で温泉マークの入った高圏特急券が発行された。 それまでは座席定員制であったが、1700系導入後の1951年8月20日から座席指定制を採用し、特急券に号車番号と座席番号が記入されるようになった。1966年には途中駅停車の相模が運行を開始。1967年4月には江ノ島の新原町電停車。 同年10月からは新原町電停車の足柄が運行を開始したが、この時から相性ごとに、自問の色を変え、発売時に一目でわかるように区別できるようにした。また、上り列車用の特急券には車線を入れた。特急の座席については、新宿駅構内に設けられた割当センターで、大庁管理されていたが、1970年代後半になると管理する。 座席数は67万座席となり、発売窓口と割当センターとの電話連絡の中で、重複発行などのご取り扱いの発生、待ち時間などの問題が発生していた。これを解決するため、座席予約システムを導入することになり、1979年2月27日から使用を開始した。SR 端末は特急停車駅や案内書。 小田急トラベルサービスの主要営業所に設置された。また、新宿駅当日特急券発売所には他の端末の7倍の発見速度を有する高速プリンターを設置した。予約受付は5ヶ月前から、発売は3週間前から行っていた。1987年には、近縁席の導入に対応するため SR システムの更新が行われた。 更新されたシステムでは、払い戻しや取り消しの際に端末機が発見コードを読み取って、上で自動処理を行うことで、ご取り消しによる重複発売の防止が図られた。また、これと同時に、新宿駅には、当日特急券券売機を導入したほか、予約受付を6ヶ月前から、発売を1ヶ月前からに変更した。1991年からは、 プッシュ本による空席紹介と予約が可能となった。1995年に SR システムのリニューアルを行い、全駅に SR 端末を設置したほか、特急券が直円コード化され、乗車券とともに発券された場合でも自動改札機を通過できるようにした。1996年には大手旅行会社の端末と SR システムのホストを直結し、 迅速な発見を可能とした。1999年7月からは、車掌携帯用座席確認システムを導入し、乗車時の特急券確認作業を廃止した。このシステムは、ザウルス端末を利用して、携帯電話回線経由で、ホストコンピュータにアクセスすることにより、その発売状況を号車別、座席別、区間別に車掌が把握し、 その情報を社内での改札業務に利用できるシステムである。これにより、発売情報とは異なる座席に着席している乗客に対してのみ、社内改札を実施することが可能となった。2001年からは、ホームページ上からの特急券予約が可能となった。2003年には、座席予約や、発売業務を管理するシステムとして、全駅の窓口、 自動券売機、旅行会社のシステムに接続されるマフィットシステムを導入した。2004年からは多機能券売機の導入により、全駅の券売機で特急券の購入が可能となった。2012年時点では予約、発売とも1ヶ月前から開始となっている。ロマンスカーアットクラブで予約、購入した座席の情報を2001年7月から インターネットに対応した携帯電話で特急券を購入しそのまま乗車可能となるチケットレス乗車システムとしてロマンスカーアットクラブのサービスを開始したこのサービスは駅窓口に申し込みすることで会員登録され当日から利用可能となる携帯電話からの特急券購入に使用される特急ポイントの積み立てはクレジットカードと現金が利用可能である 2009年には携帯電話やパソコンの高機能化に対応し、スマートフォンやパソコンからも特急券を購入することができるようにシステムがリニューアルされた。どこからでも携帯電話を利用して座席を確保することができることによって利便性が向上し、2010年時点では平日夕方のホームウェイの乗客の4割がロマンスカーアットクラブを利用している。 連接構造1台の台車によって2車体を連結する連接構造は1957年に登場した3000位 KSE 車において初めて採用された曲線の多い小田急線の軌道条件において曲線通過を容易にできること車体指示間隔の短縮により車体合性を確保できることオーバーファング部分がないため乗り心地を改善できる 台車配置の平均化により、軌道への負担が軽減されることが理由として挙げられており、当時、小田急の取締役県交差局長であった、山本里三郎の強い主張により採用されたものである。この当時、日本の高速電車における連接車の採用実績は、京阪60型電車、西鉄500系電車、 名鉄二代目400系電車の3形式だけであり、一挙に8車体もの連接車を導入したのは、当時としては大英断であったと言われている。その後、連接構造は1963年に登場した3100系安世車、1980年に登場した7000エ LSE 車、1987年に登場した1万系非世車においても採用されており、 小田急の特急車両の大きな特徴となった。日本の高速電車全体での連接車の採用事例の中でも、小田急の特急車両における採用事例が突出して多い。しかし、1991年に登場した2万ケース、車では、JR 東海との協定により 371K と基本仕様を統一したため通常の鉄道車両と、 同様のボギー車となったが、車内販売のカウンターが、車端部のオーバーハング部分に設置されたため、それまで連設車にしか乗務した、経験のなかった、車内販売の担当者から、ス車に乗ると、乗り物酔いになるという声も上がった。さらに、九百九十六年に登場した三万、経営グゼ車においても、定員像のためには、ボギー車が有利であると判断され、 連接構造は採用されなかった。2008年に登場した地下鉄直通用車両の6万系ムズ車、2018年に登場した7万系 GSE 車も通常のボギー車である。ただし、小田急側では連接車をやめたわけではない。連接車は我が車だからできることと申しており、2005年の5万系 VSE 車登場にあたっては、 乗り心地の向上のためには不可欠なものとして、連接構造が採用された。また、VSE 車では、台車が、車体間にあるという連接車の構造を利用して、空気バネの位置を車体重心近くの高い位置にする、構造となっている。しかし、上述の通り7万 KGSE 車では、連接車だとホームドアが合わなくなるとして、連接構造をやめ。 展望席設置車両としては、初となるボギー車が採用された。展望席運転室を2階に上げ、最前部まで客室とした、全面展望構造とすること自体は、1700、軽製造の頃にはすでに存在していた構想で、その後も特急車両の設計が行われるたびに検討されたが、実現に至らず、 1963年に登場した3100系安瀬車で初採用となった。この構造は乗客に眺望を楽しんでもらうという意図の他に輸送力増強策の一つでもあるとされていた。その後、展望席はいつか乗ってみたい存在というステータスとして定着し、7000系 LSE 車1万系筆瀬車にも同様の構造は引き継がれた。 1991年に登場した2万ケース車では、連接車と同様の理由によりこの構造は採用されなかったが、客席をハイデッキ構造にしたため客席からの展望は確保されていた。しかし、1996年に登場した3万ケエグゼ車では分割併合を行うこととなり、貫通路を設置する先頭車での展望席設置は困難となった。 また、分割して運行する区間が長いため、その際にも違和感のないものとするという理由によって、非貫通タイプの運転台でも展望席は採用されなかった。ところが、この構造が前述したように箱根特急の利用者減少の一因となった。家族旅行で箱根特急を利用する際にエグゼ社を見た子供から、こんなのはロマンスカーじゃないと言われてしまうことが、 たびたび発生したのである。このため、2002年からは広告で使用される車両を全面展望席のある非接車に変更したほか、2005年に登場の5万系 VSE 車では再び展望席が採用された。2008年に登場した6万系ムズ車は地下鉄直通時の非常用通路として全面貫通路設置が必須であったことから、 展望席設置は見送られている。しかし2018年3月登場の7万系、GSE 車では復活した。補助系法音補助系法音は、1957年に登場した3000位 KSE 車において、遠くからでも高速で走る電車の接近がわかるように、するために考案されたものである。これは、西部劇の映画の中で、 機関車が鐘を鳴らしながら走行していることをヒントにしたものであるが、音色の決定に際しては、運輸省から警報装置としての条件を満足させるべきと、警視庁からは騒音公害にならないようにという要望があった。この相反するように見える要望を満たすため、小田急沿線在住の音楽家である、眉積俊郎にも、相談、音響心理学研究所の指導を得て、 最終的には、ビブラフォンの音色で、2km 付近まで達する音量となった。SE 車では、エンドレステープが使用されたが、営業運行後に、テープが伸びたり切れてしまうことが多かったため、3100K ンセ社以降は、トランジスタ発信機に変更され、2万ケース車まで搭載された。常時音楽を鳴らしながら走ることから、ロマンスカーは、 オルゴール電車と呼ばれるようになったほか、小田急ピポーの電車という CM ソングも作られたなど、小田急ロマンスカーのシンボルの一つとなった。しかし、列車本数の増加などにより、騒音とみなされるようになってしまい、1万系非接車が製造された1987年頃にはほとんど鳴らす機会はなくなっていた。しかし、5万系 VSE 車では、 通常の軽笛と回路を共用する補助警報として、この音色を復活させ、6万系ムズ車、7万系、GSE 車でも実装、小田急線と東京メトロ千代田線で使用されている。シンボルマーク山ユリをあしらった、シンボルマークロマンスカーのシンボルマークは、1951年8月に、登場した1700系の第二編成で、それまでは、 シャモンが置かれていた側面の中央倉下にアルミ製の山百合の紋章を取り付けたものが始まりである。山百合は神奈川県の県下であり、相模の山野を走るロマンスカーにはふさわしい花と見られていた。この紋章は1 7 0 0系の前編成に設置されたが、1700型が一般車両に格下げとなった際に外された。 この紋章が復活したのは1980年登場の 7000KLSE 社からで登場後間もなく車内の自動ドアにぶつかる乗客が目立ったことから目線の高さに 1700K の紋章に準じたシンボルマークをカッティングシートで重複したものである。この自動ドアのステッカーは1万 K 非世社、2万ケース車でも継承され、 1996年からは、車体修理を受けた、LSE 車、非接車、接車の車体側面にも、同様のマークが貼られるようになった。しかしこれらの車両はすべて引退し、この山ゆりのマークを見ることはできない。なお安瀬車の自動ドアにも、同様のマークが貼られていた。これとは別に、3万系エグゼ車、5万系 v s e 車、6万系エムズ車、 7万系 g s e 社では、車両愛称のロゴをデザインしている。ブルーリボン賞鉄道友の会が優秀な車両を表彰する制度として、ブルーリボン賞の制度を創設したのは、3000位系 s e 社が、東海道本線上で、当時の狂気鉄道における世界最高速度記録を、樹立したことがきっかけである。むしろ SE 社を表彰するために制度が、 創設されたという方が、実情に近く、事実へ推移者は、理事会の決定により無投票で、第1回受賞車両に選出された。その後も、3万系グゼ社を除く8形式が、受賞しており、2019年時点での受賞回数8回は、大手施設では、近畿日本鉄道と共に最多であった、特急専用車一般車両他車からの乗り入れ各車両。 編成の収益日などは、各車両形式の歴史の項を参照。箱根に向かう LSE 車ヒセシャス車と 371K、朝霧1996年から運用開始したエグゼ車改正駅前にて、生体保存された安世車新宿超高層ビル群を背景に、箱根に向かう VSE 車地下鉄に乗り入れたムズ車エグゼ、アルファー。ありがとうございます。